熟練のね、職人さんが、まあ、織り上げていくというね、職人技が光るね。皆さん、こんにちは。ライフスタイルまこです。本日は、プロがおすすめするアイテムシリーズ、照明についてご紹介したいと思います。私たちインテリアコーディネーターが照明器具を選ぶときはお客様のニーズにもよるんですけれども、基本的にはね、明かりの機能的な部分だけではなくてデザイン性を考慮して選定を行います。その際に当社でよく使用するブランドレクリントの照明を選ぶことが多いんですけれども、今回は実際にね、納品した施工例写真を元にしながら、レクリントの照明の人気ランキングをご紹介したいと思います。ぜひね、家具と照明の組み合わせについてご参考にしていただければなと思います。そもそもレクリントとはというところなんですけれども、レクリントとはデンマークのブランドになります。日本のね、折り紙に触発されたデザインっていう風に言われてるんですけれども、まあ、紙を規則的に折り上げて作るというところですね。レクリントのブランドのね、コンセプトストーリーなどはホームページに詳細が記載されているので、詳しくね、ご確認いただきたい方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからね、見てください。昔はね、紙で折り上げられていたんですけれども、現在では難燃処理を施されたプラスチックシートで折り上げられているということです。まあ、この一枚一枚のね、プラスチックシートを、まあ、熟練のね、職人さんが、まあ、織り上げていくというね、職人技が光るね、ものになっています。今回ご紹介するレクリントの照明には、フィリップスヒューといって、スマートフォンやタブレットで簡単にコントロールできるスマートライティングシステムなんですけれども、そのフィリップスヒュー用の電球を使用することができるんですね。なので、そのヒューの Bluetooth アプリで、まあ、簡単に光の色や濃淡を調整できるというところなんですけれども、そのフィリップスヒュー以外の電球も使用可能なんですけれども、その電球を使用した場合は、まあ、アプリとの連動はできなくなってしまうよというところと、フィリップスヒューとかは調光回路とか、まあ、調光機能付きの器具では使用ができないっていうところになります。なので、その詳しくね、知りたい方は、ご購入前に、お取り扱いの店舗にてご確認いただいた方がよりね、安全かなと思います。それでは当社納品事例の人気ランキングを言ってみたいと思います。第6位はキャンドルライトになります。今人気なね、ポータブルライトですね。木材のハンドルとドーム型のね、ガラスが懐かしい感じもするし、まあ温みを感じるね、まあ上品なランタンとなっているんですけれども、この中の部分で、本物のろうからできたキャンドルの先に、まあ、LED の炎がゆらゆらと揺らめきます。で、こちらね、充電式バッテリーなので、好きなところに持っていけるっていうところで利便性が良いですね。続きまして5位。5位はフロアスタンド531。チョコ家のね、方がデザインしたということで、レクリントっていうとね、柔らかいイメージの方が私の中ではね、強いんですけれども、なんかこちらのタイプって柔らかさというか、もう格式とか、まあ、威厳も感じられるようなね、デザインに見えますね。で、こちら高さを121センチから、まあ、170センチぐらいまでね、調節可能で、まあ、ソファーやね、ベッドのサイドなどのね、読書灯にもまあ最適だというところです。続きまして第4位。4位は真ん中が穴の開いたドーナツ真ん中に穴が開いた形状からドーナツと呼ばれているこちらのタイプなんですけれども、このね、レクリントのブランドの中でも最も細かな、ね、織りのプリーツが特徴的で、繊細な印象を合わせ持つデザインになっています。こちら電球をね、2個使っているので、明るさをお求めの方にもね、ぴったりのペンダントライトになります。続きまして第3位です。
第3位はネクリントのシーリングライトタイプになります。シーリングライトっていうのは天井にね、直付けのタイプのものになります。でこちらレクリントモデル33っていうのかな。でダリアシーリングアクタス限定モデルとなります。アクタスのね、まあ50周年限定モデルというところです。特徴としてはシーリングライトの中央にキャップをつけるんですけれども、そのキャップがね、ウッドタイプのナチュラル色と、まあ、ダークブラウンの2色に加えて、まあ、スチールタイプのゴールド色の、まあ、計3種類がそのままセットされているんですね。なので、まあ、シーンやお好みに合わせて、まあ、付け替えて楽しめるっていうところなんですけど、まあ、一度ね、そのキャップにしたら、ちょっとね、お部屋の模様替えをしないと、まあ、付け替えないのかなと思うんですけれども、でもまあ、好みに合わせて、選ぶことができるっていうところが、インテリアに合わせて空間を統一することができますね。この繊細なプリーツの部分から、まあ、陰影が楽しめるんですけれども、このプリーツの部分が結構ね、直角、直線的なね、ラインが特徴のものになるので、柔らかい明かりなんですけれども、どちらかというとね、モダンな雰囲気を、醸し出してくれる照明になります。大きさも43センチっていう大きさ、で、高さもね、21.5 っていうところなので、まあ小さすぎず、ちょっとね、視界の中に入ったら、まあポイントになるぐらいの大きさがっていうところですかね。っていうところと、あとは100ワット相当2灯っていうところなので、シーリングライトをつけてね、暗いっていうところで困ることはないのかな、とは思って、まあご提案の方はさせていただいています。続きまして2位はこちら、スノードロップになります。こちらね、スノードロップ。今回は、ペンダントライトとテーブルライト両方ですね。まあ、スノードロップって松行き荘からイメージされているデザインだそうです。こちらのシリーズね、ペンダントライトとフロアスタンド、ね、デスクライトとシリーズがあるので、一つだけ使うというよりも同じシリーズで複数使ってあげても統一感あるね空間に仕上がって素敵だなと思います。今回のね施工事例ではペンダントライトとテーブルライトね合わせて使っています。そして第1位はこちらラメラです。キノコのプリーツ部分の生物学的名称ラメラからね、まあその名前が付けられたということなんですけれども、まあこれデザイナーさんがねキノコの傘の裏側に広がるプリーツに魅了されて、まあその繊細な美しさに非常に興味を持ったことからこのユニークなプリーツの照明がデザインされたと言われてます。こちらね本当につい先日納品してきたんですけれども、本当人気です。合わせてる家具にもね、とってもよく合うので、その照明自体も人気なんですけれども、やっぱりね、照明を映えさせてくれるっていうのは、家具もあり、内装もあり、ね、空間全体の中で家が、分かりやすいものというところになってくるので、この空間にはちょっとね、このラメラがいいなというところで選定していたので、まあ、結果的にね、良かったなというところではあります。普段照明選ぶ時って明るさ重視じゃないですか。部屋に明るさがないと読み書きするのに困ってしまう、テレビ見るのに困ってしまうっていうところで明るさを補充しようっていうところで、まあ、照明器具を選んだりするわけなんですけれども、明るさという機能部分以外のものが与えてくれるものっていうのは体感してみないとわからないものなんです。ぜひね照明の見方を変えてみてですね、同じねこういう同じ空間でも全く違う空間をね作ることができるので、それをね楽しんでいただければなと思います。本日の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。何かちょっとね、うちもこのレクリントの照明悩んでいるんだけどとか、何かね、まあ、ご質問などあればね、ぜひね、コメントの方に記載していただけると、私の方が順次ね、回答していきますので、皆さんでね、楽しい、照明ライフを送っていただければなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、本日のおまけです。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。全く関係ない話なんですけど、実は私ね、
ちょっと憂鬱なんです今。なんと今日はね、この YouTube 動画の撮影を終えて、明日からね、軟式道場に行ってくるんです。もう初めての経験で、軟式道場の中で息子と一緒にね、2泊3日なんですけど、2泊3日過ごせるのかどうかという、もうとてつもない不安に襲われています。まあその軟式道場でね、どのような結果がね、出るのかわからないですけれども、おそらくですね、次回の動画ではここら辺がもしかしたらほっそりしているかもしれないし、げっそりしているかもしれないし、まあどうなっていることかちょっとわからないんですけれども、もう決まっちゃっていることなので、まあ、少しでも楽しんでこようという気持ちを持とうと思って頑張っています。なので結果はね、ぜひまあ次回の動画で私の表情を見て判断してください。それではまたねー。